私たち、まあ、レスリング協会、世界レスリング、国際レスリング連盟、これらは全然そういう事前の連絡や調査とか意向も全くない中で IOC の理事会が急に発表したということに驚きを隠せないと。したがって全くどういう経緯、どういう事情というのは分からない。だから IOC からの明確な説明も今のところ何も来てないし、何もありません。ご承知の通り、レスリングは伝統的なオリンピックの種目でありまして、第1回から今回まで、ずっと続いております。第2回大会はなかったということを聞いておりますけれども、そういう格闘技がなぜ、外されたのかということについては、まあ、外されたというか、まだ今後、決定したわけではありませんので、今後どうなるかは、今後の努力、私たちの動き次第だということになると思いますけれども、全く今のところは、振り出しに戻ったような状況で、こっちも大変驚いているというのは現状であります。おそらくは、オリンピックの放映権、放映権料、あるいは観客数、あるいは競技人口数、それから、まあ、男女比率、人気度、いろんなところをですね、まあ、そういうのを前から調べてますんで、そういうところが あるのかなと。今回は本当にレスリング協会もうかつだったし、まあ、世界のレスリング協会もうかつだったと。そしてこういう事態になったわけですから、まあ、これから、まあ、まず5月までのロビー活動、そして世界の動き、そして9月のまた総会でですね、まあ、レスリングが入れるように世界中のレスラー、それから日本ももちろんですけれども国際的にですね普及とその枠に入ることを願うきりないんでですね、これから頑張りたいと思います。まあ、選手からしてみれば、他になんていうんですか、まあ、行動っていうのは、まあ、できないっていうのは、とにかくその、まあ、競技を頑張るっていうんですか、まあ、その競技を向上させることしかできないので、まあ、あれですね、あんまりそういう活動については、自分たちは考えていないです。はい。そうですね、まあ、僕自身もこれからはそれはもう協会を通して相談、僕らができることは何かっていうのを会長を通して話していきたいと思いますし、僕は本当にもう小さい頃からやってきたんで、やっぱりこう今は多分一番ショックを受けているのはもう本当子どもたちだと思うんですよ。僕らもそうやってやっぱオリンピックがあったから頑張ってこれたっていう思いがあるんで、だから僕らはそういうまあ現役の選手の立場として何かしたいっていう本当思いはあります。